ではシビック内装を見ていきます。まずドアトリム周りからですね、特に気になるような感じの傷は見当たらないです。スカッフプレート周りも綺麗ですね。距離走ってる割にね、フロアマットがかなり綺麗です。でシートは純正です。赤黒ツートンのシートで、この辺とかね、やっぱちょっと多少よれてるのと、この辺がちょっと黒ずんできちゃってるなっていうのが出てますね。助手席側は比較的綺麗かな、運転席に比べるとね。で、ステアリングも純正ですね。若干ハゲ出てますけど、この辺りとかですね、まあ、そこまで気になるような感じではないかな。正面なんかはね、結構、綺麗な感じですね。で、ダッシュボード上は、まあ、ETC とか、ナビとかのね、GPS アンテナが置いてあったりとか、ビクス情報が置いてあったりとか、そんな感じですね。で、カロッツリアのハードディスクのナビに、地デジ付き。この辺なんかも、綺麗ですね。あんまり距離を感じない感じ。シフトノブ、ちょっと光っちゃってわかんないかもしれないですけどね、この、ノブの中の赤い刻印がちょっとハゲかけてるかな。グローボックスの中はこんな感じですね。で、ETC が、こちらに装着されております。では、エンジンをかけてみたいと思います。結構ね、レスポンスもいいですね。11万キロ走ってますけども、なかなか調子良さそうな感じ。で、地デジこんな感じで映ります。まあ、ナビのモデルがそんなに新しくないので、画質はね、そんなに良くないかなっていう感じですけども。続いてリアシート見てみます。こんな感じですね。トリムの方は綺麗かな。あ、若干ここ、ちょっと擦っちゃったかな。リアシートのフロアマットも綺麗ですね。で、シートの方もこんな感じで綺麗な感じですね。続いてトランク、トリム類の欠品とかは特にないですね。で、トリムの汚れもまあまあないかな。こういうね、ちょっと薄くなっているところはありますけども、綺麗な感じですね。で、車載工具系なんかもこんな感じで、揃ってますね。続いて左後ろのドア、トリム周りも綺麗な感じですね。リアシートも綺麗です。続いて助手席、こちらも綺麗ですね。ちょっとここだけ汚れがあるかなっていうぐらいですね。なかなかね、内装も綺麗な状態を維持してるんじゃないかなと思います。はい、以上です。